釣りを知らぬ者は人生の楽しみの半分を知らないという。この魚はどんな餌を好むのだろう、あの魚はどこに隠れているのだろう、あの手この手で獲物を釣り上げようとする様はけれどどこか滑稽で愛おしい。それって何かに似ていないか。そう、まさに恋愛だ。獲物が大物であればあるほど釣り人は夢中になって口説き落とそうとする。例えば可愛いなあ。サクラダイはタイの一種、体長15センチほどで海金魚と称され、観賞用としても呼び声の高い可憐で美しい魚だ。名前なんていうの。サクラ。サクラちゃんって言うんだ、可愛い名前だね。ありがとう。仕事は何してるの。なんだと思う。モデルさん。どうかな。年は。内緒。さくらちゃん彼氏いるの。どうでしょう。ねえ、これって何かの勧誘。まさか。一緒に飲みたいだけだよ。でどんな男がタイプ。器の大きい人、何があっても動じないというか。ちなみに俺は君みたいにミステリアスな子がいいな。そう、サクラダイは実にミステリアスな魚だ。誰にも言えない大きな秘密を抱えている。じゃあ私そろそろ。もう終電まだあるでしょ。でも桜台は警戒心が強い。どうしたの。私やっぱり帰るんで。じゃあ送ってくよ。あ、一人で大丈夫。ダメだよ、こんな可愛い女の子の一人歩きは危険だから。あのさ、さっきの男って知り合い？どうして。俺といるの見られたくないって感じだったから。全然知らない人。てっきり元彼かと思った。会うのを期待してたのかなって。まさか。私昔のことは綺麗さっぱり忘れたいタイプだから。じゃあここで。送ってくれてありがとう。サトル、磯貝サトル。サトル君、おやすみなさい。さくらちゃん、また会えないかな。え？さくらちゃん。遅れてごめんね。ちょっと病院行ってて。病院？どっか悪いの？あ、そういうんじゃないんだけど。行こう。どこ行くの？楽しみにしてて。今日は楽しかった。じゃあおやすみなさい。ねえさくらちゃん、ちょっと部屋に上がっちゃったりしてもいいかな。今日も送ってくれてありがとう。またねえさくらちゃん。サクラダイは臆病な魚である。
するね。寒いから風邪ひかないようにね。うん。ねえ、うちであったかいものでも飲んでかない？いいの？どうぞ。お邪魔します。今暖房つけるね。桜台は寒さに弱い。あ、ストーブも出そっか。俺が温めてあげるよ。サトル君。どうやって工面したんだよ。あんたに関係ないでしょ。隠し通せると思ってんのかよ。いいから行くぞ。ちょやめて、話して。いい加減にしろ。あんた誰？さくらは俺の女だ。分かったらさっさと帰る。俺の女？面白いな。何笑ってんだよ。今のってバーで会った男だよね。うん。元彼ならそう正直に言ってくれればよかったのに。違うの、元彼なんかじゃ。過去なんてどうでもいい。俺は今のさくらちゃんが好きだ。私サトル君の女なんだ。どうしたの？ごめんなさい、ちょっと緊張しちゃって。大丈夫だよ。でもこういうの慣れてないから。そうなの？もう少しだけ待ってもらってもいい？うーん。嫌いになった？そんなことないよ。俺はさくらちゃんと一緒にいるだけで満足なんだから。ありがとう。あと2週間でもっと綺麗になるから。2週間？桜台は釣りたてではなく、時間と手間をかけかまぼこなどに加工して食べるのが一般的だ。さくらちゃん。どうしたの？改まって。まだ付き合って間もないけど、俺と結婚してください。本気？もちろん。俺のお嫁さんになってください。こんな私でもいいの？そんなさくらちゃんがいいんだ。ちょっと待った！またお前か、しつこい野郎だ。あんたからかってんじゃないだろうな。俺は真剣だ。
お前こそ桜を奪うつもりなら私は置かないぞ。何言ってるの、私のために。勘違いすんなって。俺こいつの弟だから。え、マジで？うん、弟のたけし。それは失礼しました。お姉様にはいつもお世話になっております。いえいえ、こちらこそ兄貴が世話になってます。え、今なんて？だから兄貴の大吾が世話になってますって。ごめん、意味わかんないんだけど。実はね、私前は男の子だったの。バカ、せっかくのプロポーズが台無しじゃない。俺兄貴のこと思った。みんな関係ねえだろ、帰れ。ごめんね。嘘だ、さくらちゃんが男だなんて。嘘だ。桜台は成長すると全ての個体が性転換するというとても変わった特徴を持つ魚です。ご存知なかったんですか？君すごく綺麗だね。よかったら一緒に飲まない？君名前は？さくら。恋愛の数だけ釣り人がいて、魚の数だけドラマが生まれる。今日の